マジで？うん。お父さん海外だし、お母さんも仕事で忙しいから。夏休み田舎のおばあちゃん家に行ってほしいって。ほら、うち弟いるし。ねえ、この間の合コン覚えてる？高谷くんと菅野くんっていたでしょ？夏休み遊ばないかって。私、理想の出会い方があるんです。例えば旅先で迷子になった私を助けてくれたりしてで、後日その人が同じクラスに転校してきたりして、あれ？あなた、あの時の！みたいな。なんかこう、それって文句なしで運命の出会いだなって。いいよ、そういうのちょっと引くから。ありえないよ。あのさ、リオちゃんってもしかして彼氏いたことない？お前ど直球だな。なんかいや、そうかな。はい、やっぱり運命の出会いなんてあるわけないじゃん。なあ。だから私心配になって今日無理やり合コン連れてきたんです。そうなんだよね。リオちゃん、今目の前にいる俺たちのことを見てよね。そうだよ。俺たちいるんだから。こんなにかっこいい人いっぱいいるんだもん。はいはいはい。私どうも聞いてくれます？リオちゃん、もう帰っちゃうの？菅野優馬です。私、弟のご飯作んないといけなくて。すいません。あの、夏休み一緒に遊ばない？もっと話してみたいし、リオちゃん可愛いなって思ったから。可愛い？いや、連絡先交換しない？うん。あ、こんな時間。ごめんなさい。運命って信じちゃいけないのかな？もしこれが合コンじゃなくて運命の出会いだったら、恋をして同じ言葉を言われたら、きっともっとずっと嬉しいはずだ。リオ、見て見て。すげえな。もしかして虫好き？観光の人っすか？観光客っていうか、そっち見ました？
よかった、喜んでくれて。滑るから。ありがとうございます。これうちの酒屋のショップカード、オリジナルのジュースとか持ってるんで、よかったらお土産にでも。じゃあ、そしてこれが青春よりも青くて熱い青夏の始まりだった。いらっしゃいませ。あれ、さっきの。凛ちゃん、ありがとう。全然。あの泉屋酒店の泉銀蔵くん。銀蔵。店番もしてくれるし、本当に助かるな。うちの孫のリオとソータ。ほら、話してたでしょ、東京から孫が来るって。孫、こんにちは。銀ちゃん高校3年生だから、リオの2つ上よ。年も近いし、いろいろ遊んでもらったらね。ね、まあちゃん、俺配達の続きあるから行くわ。うん、ありがとね。さあ、ほら入りなさい。暑かったでしょ。素敵な運命の夏が始まる。あのさっきはありがとうございました。あんな綺麗な場所。あんたさ、成瀬のばあちゃんほったらかしにしてんだろ。え、最悪だな。あと40日もあるのか。あっつい。ああ、ほんと熱い。おばあちゃん、ソフトクリームの看板作り直すよ。そう、あれボロくなってるし。お願いしていい？今日店の方がいいって言われてるから。よいしょ。
この夏は私と弟がいるんで、買い出しとかおばあちゃんの手伝いは私たちがやりますから。無理だろ、昼まで寝てる奴が何言ってんだよ。だいたいあんた土地勘ねえだろ、どうやって買い出し行くんだよ。ここは東京じゃねえんだぞ。だからそれは無責任なこと言うなよ。すいません、そばソフトください。はい。観光ですよね。あ、そうです。これ、綺麗。うちの境のショップカードなんですけど。めっちゃ綺麗。こっちいいね。オリジナルのジュースとか持ってるんで、よかったらお土産選べんでも。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。おい、あのさ、俺と張り合ってるつもりかよ。リオ、大丈夫？くだらねえことでばあちゃんに余計な心配かけんの。リンちゃん、誰にでもいい顔するくせに。は？あんな綺麗なカード渡されたら誰だって。誰だって？遅いね。俺ちょっとムカついて、何年もばあちゃんほったらかしにしてるくせに、急に来たと思ったらこれ見よがしに孫面してくるから。やだ銀ちゃん、私ほっとかれてないわよ。え？私の方から東京に遊びに行ってるんだからね。去年はスカイツリーで、これがね、空町、それかその前がちょっと待ってね原宿ご飯まだ？リオが帰ってから。はい。
っかりしろって俺だよ。ばあちゃんに東京の写真見せてもらった。ほっとかれてないって。勘違いして悪かったな。あんたのことちょっと羨ましくて、八つ当たりみたいなとこあって。懐中電灯消して上見てみ。綺麗。そういう反応すると思った。あんたなら行こう。ありがとう。おう。じゃあ。運命は運命なんか私が自分で作る。東京から来た成瀬さんとこの孫のリオとソタ。こんにちは。でこいつらが村人その1とその2。どうも村人その1です。こんにちは。っておい、誰が第一村人発見だ。ちゃんと紹介しろ。こいつが波尾でこっちがさつき。よろしくね。ところで上子習わしの歓迎はもうお済みですか？リオ！無理しなくてもいいんだからね。怖いならやめとけよ。君ならできる。自分を信じて。3、2、東京も舐めてたわ。そうだよ、私なんて絶対できないもん。リオちゃんすごいよね。ああ。あー、有田さん、よいしょ。あ、こんにちは。こんにちは。ナルさんとこの孫。あ、ナルさんとこの。あ、私大鳥マリカ。みんなより年上なんだけど気にしないで。よろしくね。よろしくお願いします。なあなあ、こいつあの橋から飛んだんだぜ。すごくね。うん。リオちゃんとソータ君っていつまでいるの？8月の終わりまでだよね。うん。じゃあ植子祭り参加しないか。植子祭り？
私たちも実行委員で参加することになってるの。村唯一のイベントで、この時だけは観光客もたくさん来るんだ。だからさ、東京のやつの意見も聞きたいんだよな。そうだな、この夏は上小村の人間だしな。こちらこそお願いします。よろしく。あ、アリカ、アリカさんって毎年溺れるよね。現像もいつも助けてるし。まあ未来の嫁さん死なすわけにいかないしな。ありがとう銀座。待ってんだよ。ありがとう。これ貼っといて。ただいま。ただいま。おかえり。大きくなったな。銀ちゃんのお父さんよ。おじさんのこと覚えてるか。覚えてるわけないでしょ。そっか、もうずいぶん会ってないもんな。しかしやっぱ親子だな。なおちゃんの高校時代に似てるよ。だってさ。そうですか。おうよ、お母さんとは同級生でな、俺にいい名付けがいなきゃ東京まで追いかけてたんだけど、なんてな。何言ってんの。あ、銀ちゃんいつもありがとね。はい。誰が頑張んなかったらこの村本当に終わると思う。お、だから私頑張る。マルカ偉い、頼むぜ。おめえは偉い。おめえんとこもよ、後取りいるからいいんじゃないか。あれまだダメ。ほらほらほら、オッケー、銀座、いや、いいよ。いいからいいから、いいよ、ご両人、未来のご夫婦お似合いだよ。私もう一杯おちゃいます。ありがとう。誰が面倒見ると思ってんだよ。マリカちゃんも気使って付き合ってくれてんだよ。お酒弱いのに。お母さん亡くして跡取りとして村の付き合い外せねえと思ってんだろ。いい子だよな。リゾ、ほらマリカちゃん送ってってやれ。分かった。マリカ、うん、帰るぞ。あ、気をつけろよ。高校生の仕切りが決まったぞ。ジョニーライフ。仕方ないだろ。でもまあやるからには去年以上に盛り上げるからな。さあグループでそれぞれ案を考えてくれ。ジョニーライブ、毎年恒例のライブがあるんだよ。こいつの親父だよ。言うなよ、銀ちゃんのお父さん。言うなよ、銀ちゃん。全然助かりそう。そっくりじゃねえよ。みんな見て見て見て、今月号ナミオの漫画表紙だったよ。すごい。ナミオくんってプロの漫画家なの。うん、すげえじゃん。お読みだぞ。すごいよ。いやいや、まだまだ。俺はこんなところじゃ終われねえからな。おい、東京が俺を呼んでいる。まあでもここって何もねえからな。見渡す限り山だしね。
かな。上子ってすごいところじゃん。何もないよ。だってあんなに綺麗な川あるし、空気おいしいし、星だってたくさん見えるしさ、あとは野菜もおいしい。野菜はおいしい。それに漫画家もジョニーもいるんでしょ。いやいや、この村の二大名物だよな。それってすごいことだよ。そうだ、上子の PV 作ろうよ。PV? どういうこと？ほら、あのステージでライブしてる後ろに映画みたいに大きいスクリーン置いて、そこに上子を紹介する映像流すの。お祭りにはたくさん人来るんだよね。うん。だったら一緒に上子のことも知ってもらおうよ。ね。さつき、これから暇か？うん、暇。ゆうこは？あ、時間ある。じゃあ資料を集めに行こう。あのさ。え？マリカさん、未来のお嫁さんなんでしょ？それか、親とか周りが言ってるだけだろ。そうなの？いっつも言われて面倒なんだよ。おい、いいぞ。そっか。作れんのか。大丈夫だよ、ちっちゃい頃からおばあちゃんに教わってたし。へえ、うん、おいしいよ。いただきます。どうぞ。うめえ。ほんと？やっぱナルバーの孫だな。ナルバーと同じぐらいうまいぞこれ。でしょ。あ、卒アルだ。見てもいい？いや、ちょっと待って、それは。え？頼む。いいじゃん。頼む。ごめん。銀座。これ全部銀座が作ったの？もしかしてあのショップカードも？まあな。すごい、すごいよ。私てっきりプロの人が作ったやつだと思ってた。銀座才能あるよ。遊びだよこんな。ねえ、高校卒業したら東京来たらいいじゃん。東京だったら美術系の学校たくさんあるし、学校じゃなくても働くとこだってあるしさ。ああ、勝手に入ってくんなよ。いいでしょ、いつものことなんだから。今日おそば？うん、私も食べたい。しょうがねえな。ありがとう。ダメだよ、銀座を困らせたら。え？私も銀座も未来を選べないんだから。
リオちゃんは東京の子だし、この夏だけしかいない子だからちょっと分かりにくいかもしれないけど、よいしょ、おそばおそば。そこにあるの、みんな銀ちゃんが作ったのよ。私には全然そういうのわからないけど、評判いいのよ。うん、銀ちゃんもね、小さい頃はポスターとか作るデザイナーになりたいなんて言ってたけど、いつからか言葉にしなくなってね。どうして？代々続く酒屋の息子で、若い人たちが都会に出てくのを見て、自分は村に残らなくっちゃって考えたんだと思うよ。銀ちゃんは責任感の強い子だからね。映像関係、この辺かな。俺さ、一応行ったことあるんだ、東京。修学旅行で一回だけだけど。うん、なんつうか、ただただビビったよ。ビルの大きさとか人の多さとかさ。でもそれ以上に、もし自分の作った作品があの大勢の人の目に触れたらどんな気持ちだろうって、想像したらちょっとゾクッとしてさ。これ何語ってんだろうな。こんな話したのリオが初めてだわ。好き。銀座のことが好き。ごめん、いきなり何だって感じだよね。告白したよ、生で見たの初めて。今の漫画で使えるな。おい、何してんだよ。リオちゃんかっこいいよ。川に飛び込んだ時から感じてたぞ、その根性。何言ってんだよ、本気でわけねえだろ。そうなのか。当たり前だろ、ずっとこっちいるわけじゃねえんだしな。冗談だ。本気だよ。バカ。
そっち行く日8月3日に決めたよ。うん、待ってるね。あとさ、菅野くんがリオに会いたいって言ってるよ。はい、じゃあ菅野くんから一言もらいます。どうぞ。起きた、早く、早く。菅野ゆうまです。いや、知ってるよ。そばソフトください。我ながらいい絵だ。りょうちゃん、冗談とか言ってすいませんでした。気持ちはすごい嬉しい。俺とあんたは住む世界が近くて、大事なものも近くて、俺はこの村が好きなんだ。ここでやんないといけないことがあるし、だから今はそういうの考えられない。私東京じゃモテるんだからね。合コン行けばモテすぎて困るし、その辺歩けば5分おきにナンパされるし。なんだそれ、怖いんだけど東京。夏の終わり、夏はまだ終わらない。リオ、あ、あや、あ、あ、ソウタくんもこんにちは。久しぶり。あやさん、遠くなかったですか？すごい遠かったんだけど。そうだよね。ごめん。あ、よかった、来てくれて、嬉しい。リオ、銀蔵さん、東京の友達？うん。
った。何あのイケメン。え？いつも配達してくれる酒屋さん。そうなの？うん。何？なんかありそうだなーって思って。何もないよ。おばあちゃんと仲いいの。あ、そうなんだ。おーい！え？早く早く！え？連れてきちゃいました。びっくりした？うん。なんで？ああ、そっか。実は俺たち、付き合うことになりました。ねえ、あやちゃん。ねえ。え？嘘！おめでとう！ありがとう。いつか。でもなんかいいや。元気だった？うん、元気。それだけ？なんかこと他にあるだろ。山とかすごいね、ここ。見ればわかるって、それは。うん、あ、わめっちゃ綺麗じゃん。鳥いる。お、あれカワセミだよ。カワセミ？わあ、おお、おい、燃えちゃったじゃん。あ、こけた。リオちゃん、肉焼けたよ。お肉取ってくる。ごめん。あ、よっ。まだ食べてない。はい、ありがとう。あ、ねえ、菅野くんも食べなよ。俺こういうの好きなんだ。ここいいとこだよね。うん、でもここまで来るの大変だったでしょ。乗り換えとかたくさんだし。全然、リオちゃんに会うためだし。東京ってやっぱそういうとこなんだな。何が？あいつあんなヘラヘラアイス振りまいてチャレーな。銀蔵、なんかおかしいよ。別に、さすが東京だなと思って。ここ、美味しそうです。美味しそう。言っとくけど、銀蔵の方がよっぽどチャラいから。見た目だって銀蔵の方がチャラいし。は？リオちゃん、あっちの方行ってみない？大丈夫。あ、ありがとう。ここ怖いよね。よいしょ。ありがとう。仲いいよね、銀蔵さんと。そうかな。もしかしてリオちゃんの言う運命の出会いだったのかな。え？あ、あ、あ、違う違う違う。銀蔵は違うよ。わかりやすいな、リオちゃんは。どんな出会いだったの？全然大したことないんだけど、最初はショップカードをもらったの。あとは川とか橋にも連れてってもらったりして、なんかそれで。運命ってそれだけ？え？そんなんでいいんだったら、俺だって橋だって川だってどこにでも連れて行くよ。
ねえリオちゃん、俺と付き合ってくれない？注文、はい、集合集合、うん、これから後片付けをかける。東京チームと上子チームの勝負をしたいと思います。おー、うん、上子チームは銀蔵、マイケー、上子の力見せてやれ。おう。銀蔵さんか、どうする？俺行くわ。菅野行きます。おお、決まったな。俺リオちゃんに付き合ってほしいって言いましたから、はっきり言って東京に帰ってからが勝負だと思ってるんで、俺は近くに入れますから。よくやった、よくやった。東京モのメンツは保ったな。菅野くん、すごかったよ。て銀蔵、どうしたの？できた。サンキュー。怪我したんだったら早く言いなよ。おーい、リオちゃん。お前、俺のこと好きなんじゃねえのかよ。あ、いや。私のことなんか好きじゃないくせに。ずるいよ銀蔵、ずるい。何してんだ俺。気をつけて帰ってね。うん、すごい楽しかった。遊ぼう遊ぼう、うん、早く帰ってきてね。リオちゃん。今度こそいいかな。うん。
大体かぶってる。東京で待ってるから。バイバイ。おー。うん。リオちゃんに付き合ってほしいって言いましたから、東京に帰ってからが勝負だと思ってるんで。元気してた？うん。仕事大丈夫なの？無理やり休み取っちゃった。おばあちゃんは？今婦人会の集まりで。もしかして銀ちゃん？お久しぶりです。大きくなったね。しかも男前になって。はい、船見です。相変わらずのようで。本当にね。あ、お土産。なんだろう。はい、ちょっとお待ちください。あ、わかりました。すぐに調整できますので、今日中に何パターンか送りますね。はい、失礼します。あのやっぱこういう仕事ってちゃんとしたスキル勉強しないと務まらないですよね。興味あるんだ。いや何でもいいんじゃない？いらっしゃいませ。これ美味しそうじゃん。すいません、これください。はい、900円になります。はい、はい、今から預かって。これかわいい。よかったら持ってってください。もう一枚いいですか？はい、お疲れ様。ねえ、これ絶対インスタ映えするよね。そう、ありきたりじゃね。なんか田舎くせえし。そうかな。緊急の議題があるんだ。実は宣伝が足りねえってプレッシャーかけられてるんだ。もっと若い客を増やせって言われてるんだ。こと増えるじゃん。そこにあるの、みんな銀ちゃんが作ったのよ。
興味あるんだ。はい。船見りょう。フェスっぽくフライヤー作るのとかってどうか。こうもっとおしゃれな感じのチラシ作るの。なるほど、いいかもな。銀座作れるよね。これおいいじゃん、銀座やれよな。みんな今の泉谷俺らも力めっちゃ可愛くなりそうだよね。よし、前振りなしはビビるわ。え？ライブのフライヤー、まあ祭り用だし適当にやるわ。ここにあるやつ、ここにあるの全部適当だったの。人造が作るのってさ、すごいんだよ。かっこいいし、目に飛び込んでくるし。これ、これなんて、本当に一目惚れだった。俺はリオがよほどすごくないし、結果出してる波をみたいな自信はねえよ。才能があんのかないのか東京行けばわかるかもしんないけど、だから行くのが怖え。未来のこと考えて今動かないなんてもったいないよ。林蔵が東京行ってもしうまくいかなかったとして、そしたら戻ってきて酒井さんやればいいんじゃないの。そんな簡単に保険作るみたいでダサいみたいな。でも別にダサくてもいいじゃん。そんなかっこいい人生送ってる人なんかいないよ。ごめん、私お前ってすげえな。明日暇か？隣町の花火大会、二人で行かねえか？あ、いや、フライヤーの写真撮り行こうかなって。うん、行く。手伝うよ。花火大会か。いいね。はい、できた。でもさ、なんか一人で張り切ってるみたいになんないかな。あら、なんでよ、張り切ってもいいじゃない。え？16歳の夏は一度きりなんだよ。かわいい。ありがとう。はい、もう一つ。はい、ありがとう。
すごいね。え、ああそうだ、あの鳥居が穴場なんだ、あそこから見ようぜ。うん、携帯預かってて。いいよ、はい、頑張って。おーすごい、かわいい。名前何しようか。銀蔵。焦った。私ももう一生会えないかと思った。悪い、携帯預けっぱなしで。前修学旅行で東京行った話したよな。うん、その時さ、渋谷でみんなとはぐれた時あったんだよ。東京ってすげえ看板じゃん、上ばっか見てて気づいたら誰もいなくてさ。それで神社の近くだったかな、迷い込んだ路地に偶然見つけた壁アートがあって、ひまわりだったんだけど、それがすっげえかっこよくて。なんかリオとはぐれて急に思い出したわ。あの絵まだあんのかな。やっぱなおちゃんと飲む酒はうめえな。やかましい。俺がなおちゃん追っかけて東京行ってたらさ、今頃どうなってたかな。もしかしてリオちゃんが俺の娘になってたり。いやいやいや、その前に付き合ってもないしね。今考えると青春だよな。全然聞いてないね。昔から全然変わってないわ。ねえ、銀ちゃんのことどうするつもりなの？このままあんたと同じように自分の夢を諦めさせるつもりなの？気づいてねえわけじゃねえんだけどさ、でもあいつは何にも言わねえんだ。俺を解き伏せる覚悟がねえんだったら何もできやしねえ。Yeah.
大きい。今ので最後みたいだな。あ、花火の写真撮らなくてよかったの？ああ、本当はリオと来たかっただけだし。銀蔵、夏休み終わるまででいいから東京帰ったらちゃんとなかったことにするから。私と付き合ってくれませんか？帰ろう。帰らない。帰ったら夏休みまた減っちゃうんだよ。もっとずっと銀蔵と一緒にいたい。夏休みが終わるまでなんて俺が都合良すぎだろうが。帰ろう。おっす。おう。ナナ。ん？金魚の餌あるか。金魚なんて飼ってたっけ？あ、いや、俺じゃなくて昨日屋台で撮ったんだ。屋台？花火大会行ったんだ。金魚の餌ね、あるかな。かなり前に注文した覚えはあるけど。ねえ銀蔵。ん？銀蔵はさ、植え子好きだよね。あ、入った。うわ、ちょっと埃かぶってるけど、まあ大丈夫でしょう。はい、200円。サンキュー。うん、銀蔵はどこにも行ったりしないよね。当たり前だろ。うん、じゃあな。あっという間だったわね。お母さんここ置いとくよ。もうちょっと行きたかったんだけどね、仕事もね。はい、それじゃこれ重いけど。はい、ありがとう。じゃああと2週間よろしくね。気をつけて、仕事もほどほどに。はい、体気をつけてね。あ、そうだ、何かあったら連絡して、相談くらいは乗るよ。じゃあね。じゃあお願い。あ、行こうか。はい。
京ちゃんは宿題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 これ何よ。あれはじゃな。エサ。ありがとう。金蔵も喜ぶよ。金蔵って銀蔵が取ってくれたから金蔵昨日変なこと言ってごめんね。じゃあね。夏休みが終わるまでとかもう何でもいいから。俺と一緒によ。一緒に。
なんでキスしてくれないの？夏休み終わっても一緒にいていいならとっくに。行こ。すごい綺麗。ここで願い事すると絶対叶うって言われてて有名なんだ。お願いしようかな。まあでも一生に一回だけなんだけどな。お、林蔵は何お願いするの？そうだな、俺の分もリオの願いが叶いますように。よかったな、これで願い事二つまでいけんぞ。銀蔵の夢が叶いますように。せっかく俺の分譲ってやったのに、俺じゃ意味ねえだろ。そうかな、でもこれも私の夢だし。もう一つは？それは…教えない。なんだよ、気になんだろ。何来るの？仕組み。席どこ？窓際の一番後ろ。窓際の一番後ろ、いいとこだね。以上。窓際の一番後ろか。銀蔵。うん。隣座って。かわいいな。え？その制服似合ってる。同じ学校だったらよかった。そしたら毎日会えるし、毎日制服デートできたのにね。
短かったな。あ、リオちゃんおはよう。おはようございます。ちょっといいかな。はい。あのさ、私も銀蔵にやりたいことあるの知ってんだ。でも上子には銀蔵が必要なんだよ。村には銀蔵がさ。マリカさんにもじゃないですか。分かってます、大丈夫ですよ。あ、マリカちゃんおはよう。あ、ナルバおはよう。ちょうどよかった。持って行ってもらいたいものがあるの。うん、ごめんね。うん、どれ？なんて寂しいよ。私も寂しい。で、写真撮ろう。うん、はい、あっ、もう一回。あ、せーの、いい感じ。集合。みんな、いよいよジョニーライブ本番だ。さあ盛り上げてこうぜ。おお、よし頑張ってね。ライブ終わったら祭り回ろうな。うん、銀蔵、プロジェクターの最終チェックよろしくな。おう、じゃあな。のフライヤーが呼んだんだ。インスタでもすんげー評判だから。オッケーだよ、盛り上げていこうぜ。おっ、必殺技を上子の歴史に刻むぞ。元気出したか。
当にいいの？おばあちゃん、銀ちゃん、美容師だな。ばあちゃん、実はね、帰るってみんなと別れるのが悲しいからって。8月の終わりとともに私の青夏が終わった。おはよう。ありがとう。久しぶり。あの後どうなったの？ていうかやっぱりさ、運命の人なんか転校してくるわけないよね。女子校だった。あ、早くさ、高谷くんとどうなったの？でも高谷に言えば絶対いい人見つかる。本当に、うん、今度言ってみるよ。
前これ以上何も聞かない。ちゃんと聞けって。やだ、聞きたくない。言っておくけど、泳げなくたって私だってこれぐらいできるんだから。マリカ、マリカ、助けろよ。私が泳げないに知ってんじゃん。マリカの設定上な、本当は泳げんだろ。決めたから。上子が好きだから。遅くなった。私だって好きな人の好きなこと応援したいよ。だけどそれじゃ人数ここからいなくなるだろ。リオちゃん久しぶり。菅野くん、連れてきたいところあるんだけど今からいいかな。うん。原宿はよく来るの？あんま来ないけど。そういえば最近高谷と服買いに来た。ああ、そうなんだ。あ、よく来るの？うん、学校近いし。あ、そっか。じゃあ、普段は放課後何してんの？どうしたの？やっぱさ、そっちから地下鉄乗っていこう。うん。そう、部活は水泳とかやってて。だから早かったんだね。銀ちゃん、美大で勉強した方がいいよ。これだったら今からでも間に合うと思う。本当ですか？うん。まだまだ荒削りだけど銀ちゃんセンスあるよ。ありがとうございます、うん、はい。ねえ銀ちゃん、東京に来てるってリオには連絡したの？リオには言わないでください。どうして？まだ合格するかわからないし、ちゃんと自分の夢のスタート地点に立てたら連絡するんで。そう。知らなかった、レインボーブリッジって歩いて渡れるんだね。東京住んでても知らないよね。ずっとリオちゃんに見せたかったんだ。東京の橋からの眺めもいい感じでしょ。まあ飛び込めないけどさ。
半野くん、ごめん。私今この綺麗な景色、銀蔵に見せたいって思った。美味しいもの食べた時とか、面白いもの見つけた時とか、綺麗な景色を見つけた時、銀蔵だったらなんて言うだろうって、銀蔵に見せたいってそう思うの。ごめんなさい。さっき原宿で銀蔵さん見かけたんだ。リオちゃんの言う通り、運命ってあるのかもしれないね。行きなよ。ありがとう菅野くん。修学旅行行った時、渋谷でみんなとはぐれた時あったんだよ。神社の近くだったかな。迷い込んだ路地に偶然見つけた壁跡があって、あの絵まだあんのかな。
なんでここにいんだよ。なんで連絡してこないんだよ、バカ。分かった。リオだって勝手に帰ってんじゃねえよ。だって親父に頭下げたんだ、俺に時間くれって。来年卒業したら東京来ることに決めた。俺絶対デザイナーになってみせる。そんで祭りの時みたいに上子はいろんな人に広めんだ。リオが俺の運命ひっくり返したんだからな。だから来年まで待っててほしい。夏が始まった恋に
忘れられてしまうんだろうか。それでもね、繋がり持